今から始まるね。研究してても先ほどのような意識してない噛み合い事件が起こってしまったからもしなわけですからね。まさかあんなの起きるとは。いや確かにできてたし回してはいるんですけど、あの状況っていうのはなかったですね。覚えておきます、ちょっとなるほど。そうか、いや絶対先ほど口入れてサリア倒せば勝ちだなと思ってましたけど、うん、確かによく考えたらカンバールも黒いし、確かにカンバールも黒いですね。黒いですね。そうか、先ほど口減らすのかな。じゃあスリットも黒いですからね。スリット黒いですね。しまったらこんなヤリンクセダンはダメですもんね、うん、プルクシすごいな。さあ、いよいよ決勝戦スタート。普通は1マナクリーチャー出てこなかったですね。なるほど、うん、2マナ圏からさっきでハンデスかサリアがってですか、ね、でここでどっちから入るかな。サリアの副官があるように見えますが、ここでフェチランド、うん、これでとりあえず2ターン目のオプションをする。まあインターネットサリアの副官でもいいんですけどね。サリアの副官は記憶容赦みたいなもんですから、ね、1マナ増えただけなんで、ここは様子見て復刊でもまあ言っちゃいいですね。もしかしたらメインに先ほど口がいるかもしれないですけど、うん、先ほどメインにいるとサリアが恨めちゃうかもしれないんでね。そうですね、今のところ、デッキリストとしては、先ほど口がメインには入ってない。さあここでホダコのコスメ取り、暴力的な突発を2枚ですね。まあ、手札としてはかなり田辺選手良さそうに見えますね。属性がにちゃんと2個あってサイクリングもあってと、それごちに黒っぽそこそこあって、さあしかし田辺選手油断できません。先ほど斉藤選手はこのように2枚属性スペルを抜いて勝利していると。そうですね、うん、やっぱこの判定さ偉大ですからね。まあ、向こうとしてもこの黒いことで相当安心感持ってるでしょうからね、うん。ここでもう1枚くらい蓋をしないとゾロゾロと帰ってくるかもしれない。土地の3枚目がなさそうな動きでしたが、とすると少し厳しいか。ここでサリアの負荷カウンターを乗せて2点アタック、仕方ないですかね。サイクリングをするとサイクリングあれはレースから入ったのかな。そしてイフニンの魔人もサイクリングと、うん、ステルセイが1枚手札に入ってきてしまいましたが、まだ暴力的な一発はあると。どうですかね、もうこれは溜めずに出していくことも考え、もうここで打ってしまうことも考えられますかね。まあでも一応試すか、サリア出るスタックでやった方がいいかな、うん、そうするとサリアのサイクリング倒せばいいので、ここは特に無理しなくても、あもしかしたら20点まで貯めるかもしれませんしね。なるほどなるほど。リビングエンドは実際にライフの、ね、総量も貯めちゃえばもう後続なくてもいいですからね、うん、まあ、跳ね返されることはないでしょうけどね、うん、こういうクリーチャーデッキだったら特にいいですし、まあ、これは人気のとしてはもう最悪ですよね。突発見えちゃってますから、うん、どうしようっていうね。この攻撃はスルーしたるわって、うん、まあスルーでしょうかね。ここで3点でエンド時に突発して一気に攻撃して決着つけてやろうかと。まあ、サイクリングもありますからね、全然これウォッチ貯めてってもいいですし、うん、焦ることもないですけど、その脅威を保ったままということです、ね、それも全然できますからね。インスタントタイミングで帰ってくるわけですからね、さすがにそれはなんで、これゆっくりサイクリングも全然この受け方ありえますね、うん、まあ、一応数えてます、ね、何点入るかなって。じゃあ打つのかな。渡辺選手のデッキルケーの道が4枚入ってるんですが、まあ、この状況だと打てないんですよね。そうですね、このままですとね。さあ打ちましたね。さあここからめくれるのは当然ステルセイ、ちょっと早くてトップ見ちゃったですね。一応確認してさすが戻ってくるクリーチャーが、まあ、魔人が帰ってくるのは本当に。さあここでスタックで、ックでなるほどなるほど。じゃあこうすると引けないんですよ、うん、まあ、さっきのこれ小ネタというか、うん、ミニスキルちょっと増えるというですね。さあこれで全員復活するぞ。5、8、14点ですかね。まあ、死にはしない、うん、死にはしないがけど、ね、このメンバーに攻撃されてたらさすがに、あ、死んだんですかね。突発がありますよ。もし、あ、なるほど。突発属性しなくてもいいので全国者突発すれば勝ちです。でこれで突発を打てば勝ちですかね。これ突発で勝ちです、ね、ただここではまだ打たなかったですね。あ、ちょっと警戒したんですかね。ちょ
ちょっと怪我しますね。ルキーは打たないんで別に打ってもいいと思います。まあ、万が一があるかもと、ね、うん、イフニルの魔人もあるので相当強気にいけますよね。さあここで斉藤選手が投了と、あと1本目はリビングエンドを使う渡辺選手が勝利となりました。なるほど、まあまあまあ仕方ないでしょうね、うん、今のリビングエンドの反応は完璧でしたね。なるほど。斉藤選手のデッキもねかなり、まあ、細部のパーツ選択に結構こだわりといいますか、うん、チューニングが感じられますよね。まあ、楽しみですよね。指導屋の数とかも2枚しか入ってませんからね、うん、さあ今日3枚選手、斉藤選手ここからの巻き返しに期待したいところですね。さてどうなるかな。あまり歪みしたのか。でも人間側はキープ、うん、ということは何らかの対策カードがあるんでしょうね。すごいね。サイドゴも安らかに眠りも入ったんで相当キープ自体はしやすいですからね、うん、キープしやすい人間がさらにキープしやすくなってるんで、うん、てか人間本当にマリガンが1個前ですね。さすがすごいですね。これは本当に人間の魅力ですよね、うん、マリガンなし本当に安定してますよね。すごいです。1マナクリーチャーたくさんプラスマナクリーチャーもたくさんですからね。そうなんですよ。 この安定感はね魅力ですね。ビンケンドは買ったやさっきからマリガンっていう、ね、まあ、仕方ないんですけどね、うん、秘密なマナベースでサイクリングで安定ですからね、うん。さあ今ご覧になっている中にはですね、モダン始めてみようかなとか、モダンあんまりやったことないんだけどという方もいらっしゃると思うんですけども、はい、まあ、現モダン誌になります松田選手が今、まあ、モダンやるならおすすめのデッキとかってあったりします？モダンですか。ランタンコントロールですかね。ランタンコントロールモダン初心者におすすめですか？それはいや戦闘シャフティーンで。なるほど、今から極めるのであればといった感じですかね。そうです。なるほどなるほど。普通に始めたら何でもいいと思います。あ、なるほど。結構何でも本当に勝てるので、うん、あのワンってあの自分の勝ち筋がしっかりしてれば問題なんですよ、うんうん、しっかり相手に勝って勝ち筋がしっかりしてれば問題で、それをモダンのゲーム数に合わせるだけなんですよね、うんうん、だからその変異使いたいとかいろいろあるんですけど、うん、それもモダンの例えばキルターンとか妨害に合わせて戦えれば何でもできるデッキ困ったんでね。なるほど。ゴンティとかも使えますから、うん、そこが魅力なゲームなんですね。だからいろんなデッキがどんどん生まれてくるのがこのゲームです、ね、うん、人間もそうですよ。人間ももともと良かったのにどんどん、ね、その進化していった理由はね、うんうん、やっぱこれを極めていようとか1年間が続いていくつかの成果が出たってですからね、うん、だから本当にモダンっていろいろ可能性が無限にあるからすごいなと思います。なるほど。それであとデッキを覚えなきゃいけないところだけは少しです、ね、リビングエンドとか挙動を少し覚えなきゃいけないところだけはちょっとなんて、まあでもそこはレガシーも一緒ですからね、うんうんうん、ありがとうございます。さあ2本目は今度は貴族の教師からスタート、まあ、理想的ですよ ね、 そうですね。ここで何か何、まあ、まあ先行取ってる以上続賞来るタイミング的には遅いんでクリーチャー展開で蓋でもいいんだよね。さあこの展開したいところですけど、うん、さあこの斉藤選手が出して手つかずの領土、これも新戦力ですよね。人間デッキの、そうですね、魂洞窟ですからね、うん、消されますけど。さあここでコダコのカスメ取り、おーまた出てきましたねさあそっちできますね。ここは当然暴力となって一発を除いていきますが、でステルスがハンドにあって腐ってる状態だと、うん、今回はさすがに2つはないですね。刺っちゃったね。またね、立たずにゾッとしますけど、まあ先行でね逃げ出せれば抜けちゃうんでね。で教師がアタックし学ばしたのか、あさらに教師を追加と。なるほど。サイクリングで、なんとしてでも打たれる前に取っていくということですよね。まあ、これでリビング系の技速度が遅くなるんでどうなるかな。さあこれ手つかずの領土カード数出ますかね。それかな、中隊かなこれ。お、これは守護者中隊、サイP が現れた。パワーの P ですねこれすごいですねこれ本当にマナコスト踏み倒しますからね今回のこれパワーの P ですよ。パワーの P 強すぎますからね、ちょっと何でも良くなってましたからパワーの P さあ出てきたカードはこれは何でもいいわけじゃないですよ。スカートカマキリすごい打点、これは一気におおものすごい打点。中隊が出るとカマキリ自体にも乗りますからね。すごいですね。左4からスタート。おほほほほ。中隊はこの爆発力が魅力ですよね。兵器のスリミングが搭載されている方も多いと思うんですが、はい、まあ、
斉藤さんはこの集合射中隊の爆発力を取っていると。いやこれはすごいですよね、本当に。だってこのまま来たら次のターン負けですかね、この攻撃されたら、6点 で、 そうです、ね、何かしらパーッと勝ったらもう負けですからね、この爆発力は当時のスタン の、 あの爆発力を思い出しますよ、ね、これで一気に6点もう陣で、これでフェッチとか切ったら13とかになっちゃいますから、もう射程圏内ライフが、もう追加するのか。 さらにこれはさらに1マナキも追加するのか。おせおせですね。あもういい、先に勝っちゃえ。なるほど、アバシの巡礼者ですか。え、溝間だから多分そうかな、巡礼者ですね。そしてサイドの他に乗って、これで盤面だけで6、8、11点いってますか、ね、11点かな、2、5、11点か、6、8、そうですね、10、あ、12点ですね、12点中隊だけでこれだけの威力ですね。これ3ターン目ですからね。ごめんね、恐ろしいデッキですね。すごい話ですよね。さっきまで判定してたけど思えない、あ、フェッチでショックしちゃった。あ、もうこれも最後のターンと決めて、なるほど、ここが間に合わんと、もう間に合わんからサイクリングするぞと、まあ、逆に言うまここで打てれば全員倒せますからね、うん、打ったら勝ちです。さあこれはかなり注目ですよ。ここはサイクリング引けるのか、これは続賞の Z が出るかと。続賞の Z が出たら勝ちですね。なるほど、しかしサイクリングがザコの可能性もある、ザコの Z の可能性もある。サイクリングは所詮ワンドルですからね。なるほど、ちょっと噛み合わないとです。噛み合わないとわけですからね。セロドンもう一回あるんですよ、サイクリング。さあここでどんどんサイクリングしていきます。ここで次のドローで引けたら、引いたら勝ちです。うん、そう、あ、持ってたのかな、エンジンの指導霊を引いて、あ、神々の憤怒っぽいですね、これで。神々の憤怒、憤怒ですね、これは。いや、憤怒だったら別にあれは返ってくるんで、あ、でも憤怒だとこれリムーブになっちゃうんじゃないですか。あ、でも、あ、持ってましたね。あ、そう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 、あ、じゃあこれはさすがに決着ついたかな。そうですね、エンジンの指導霊から引いていた続賞呪文。さあこれで一気に盤面が逆転。引きましたか、今の3枚で。さあ売り物も追加して、これで14点ありそうですよね、これね。さすがに恐ろしいメンバー帰ってきますよ。さあこれで生き地の恐怖と砂漠セロドン、そしてフェアリーの見物、これだけでさすがに盤面最高ですね。ダメですかね、これは弾き返す方法はないでしょうね、ここの先では。ただ中隊でなんとかというのも考えられますよね。中隊で反射は2個ならダメですね。さあというわけで、おなしに挑戦者決定戦、決勝優勝したのは渡辺真希選手でした。おめでとうございます。いや、決勝戦いいゲームでしたね。いいですね。神一重のゲーム、斉藤選手もあと一歩というところだったんですが、いやすごいな、